はい、でもうちょい上、ちょい下、これ、はい、そこにもぴったり出してほしいですね。本番、最後のジョーカーいますからね。はい、ました。ラスト30。よー、サイクロン、ジョーカー。さすがだね。よろしく。ふぅー、ふぅー、ふぅー。あの女性に爆弾が仕掛け、あ、すいません。はい、やべえ。はい、長いっすよ。はい、おもー。ジョーカー。なんで同じこと言ってる。俺はちげえが。行くぞ、相棒。おう、分かったよ、翔太郎。サイクロン、ジョーカー。ダーン。はい、はい、すごい、頭の中は同じこと考えてるみたいだね。そんなもん。左握手、握手して握手、うん、で、これ始め、これ痛いだ。で、ちょっと大丈夫だ。でっこーん、二大ヒーローが。んが？はい。おせえよ。気になんだろうね。じゃあもう感じなくていいから。せーの、一、二。すげえ。あ、もうさ、兄さん大丈夫かさっきから。ポロ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 。いや今入ったと思ったの。そしていよいよ本番。久しぶりだ。なんだ、ここにいるのよ。なんでとは、私に会いに来てくれたんだろう。はいはいはい、まあ、いいんだというよりパンチの力。ごめんなさい、一発 OK にしなきゃと思ったら大丈夫。俺多分一般人だったら死んでたけど俺なら大丈夫。ごめんなさい。そう、チェックOKで救急車ね。いやいやいや。
やいやいやいや、バカM みたいや、M や M。 あ、でもなんか、あ、でもなんか悪くないっすね、怖いっすね、意外にみんな、でも勝利かとかですよ、神の恵みだって、みんなで一緒に戦おうよ。僕は S 先生、 M 先生のお兄ちゃん、 S 先生ちょっと滑るんですよ、毎回なんすかこの年前、ちょっと毎回滑る、よーい、はい、うわぁー、よっ、黒と神殿、あらゆる煩悩から解き放たれ解脱を果たした者こそが御神仏となるのですぞ。どうか神の恵みを我々に与えてくださりませんか。私を神と認めるとさすが元住職、いいだろう。どういう感じ、女にそんなアホみたいなことやってくれるどうしたらいいんだ柳さん、はーい、じゃあ行きます。はい、OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ジェミレーザー、ありがとうございます。はい、じゃあ本番スタンバイです。本番、本番、バレた、どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォで、忘れてる。はい、じゃあやってみましょう。よーい、はい、変身。
はい、かっこいいじゃないですか。ガクさんさすが見てた、見たかっこよかったです。相当入った、これが変身だよ。焼肉食べたいです。そうだ、すげえな話の。焼肉食べたいです。もう一声欲しいな。だとしたらいやガクさんみたいになりたいですね。うん、よし焼肉行こう。見ないで。ありがとうございます。ありがとうございます。この日の渡るは父音谷の教えに従い女戦士に変身。ありがとう。頑張るね。ありがとう。子供たちの声援を胸に息子渡るの撮影は続いていく。いいな。ご紹介をいたします。桃太郎でおなじみの、関俊彦さんです。よろしくお願いします。楽しく撮影させていただきました。ありがとうございました。俺参上。桃太郎が参上したなら当然この仲間たちも。渡るの学校の将棋部の生徒に遊佐浩二。僕に積まれてみる。同じく渡るの学校の教師に寺そま正樹。さあ劇場版に出れて泣けるで。軽快な動きのゴールキーパーに鈴村健一。キバ見てくれるよね。答えは聞いてない。おお寒い。本番へ。はい、本番いきますよ。本番ありました。角が6-1。よーはい。可愛い。あ、一番可愛い。はい、一番可愛い。いいね。
よーい。最後の変身は悲しかったです。どんだけ仲いいんだろう。ああ寂しそう。おっと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 、ありがとうございます。さん最後の変身どうですか。一発目 NG。 はい、すいません。はい、もう一回行こう。はい、先生。続けていこう。はい、先生。続けていこう。にゃー。にゃー。あら。いらっしゃる。どう高山誠司とは。なんか気づいた。何、おお。突然なんか、おお。ね、小芝居が多いよね。小芝居言うな。小芝居。小芝居。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に1年間ありがとうございました。はい、では以上で北条 M 役飯島ひろきさん、パラダイス海翔馬さん、キリュウセンター役犬田敦弘さん、オールアップです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。これが去年僕も味わいました。どんどん続く。あ、そういうことか。よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。すごくテレビと同時進行の撮影で。タックル。何？タックル。何？私が超ボケてるんだけど。何がボケてるの？私がボケてる。私がボケてる。カメラがボケてる。お前がボケてる。行くべ行くべ。あ、じゃあ俺が自分でライト持っときます。じゃあ下から、はい、今から温泉に行ってまいります。はい、ちなみにユリアは混浴が好きなんす。好きじゃないってな。これから帰ってお風呂に入ります。それは混浴ですか。違います。違うって言ってんじゃん。変身。今回の劇場版にも特別ゲストが魅力ある演技を披露しています。変身。はい、はい、はい、やべ、ちょっとかっこいいとこ見せちゃった俺。はい、
いですか、前もって作業場に来てもらって、はい、役者さんの顔型を撮らせてもらって、はい、ライズマスクっていうのを作りましたよね、はい、でそのライズマスクをベースに、顔に貼り付けるアプライアンスっていうあのメイクのパーツをこしらえまして、それを当日現場で加藤さんに貼って、はい、綺麗にしてあげる。でのデートシーン。もうちょっとこのままで。ソフトクリームを食べながらの会話。しかしこの日は30度を超す真夏日。ソフトクリームダメだよ。アイスすごい。両手のパシンと。いいよそっちだ。これだからそれが食べた。これだともダメでしょ。はいはい食べたいでしょ。急遽ダミーのソフトクリームを作ることに。撮影も大変だ。はい、撮りました。はい、撮れた。よーい、カモン。ブヤー。はい、はい、はい、変身ポーズどんな感じなんですか。はい、実は水島は大のサバ嫌い。このシーンを無事に終えられるのか。見て、本当に約3分の2はあるぜ。このアジトでのメイン、天道拷問の撮影。水島はかなり緊張していた。怖いですよ。俺さっきのちょっと宙に浮いただけでちょっと怖かったですよ。あー怖い怖い怖い、マジ怖い。上げすぎ上げすぎ。兜弱し。山内、あの奥に。どうしたよね。怖い。怖い。いやいや。上げるよ、せーの。はいよ。上がっております。上がっております。来てます。来てます。いつもより余計に上がっております。さあ、大丈夫なんでしょうか。果たして彼の運勢はいかに。ちょっと楽しくなってきたんだろう。人形みたいな。いや、どうやって戻るのかな。え、分かって。はい、じゃあスモークやってください。はい。そしていよいよ撮影本番。激しく左右に振られる水島に、この後さらなる恐怖が。鎖切れた。鎖切れた。下ろして。はい。こっちピアノ線でぶら下がってるから、はい、もう持ってるだけにしてる。原因は。無意識に体重を鎖にかけすぎたことにある。